日午前2時ごろ、桜堤を突き破った水は東京葛飾江戸川区方面に侵入しました。さらに20日午前3時過ぎ、中川も中川橋付近でついに決壊、暗闇の亀有付近に猛烈な勢いで流れ込みました。開けてみると決壊口は数倍に広がっています。水の速さは時速13キロと言われ、方々に逃げ遅れた人々が残りました。ますます広がり、緊急避難命令に四つ木堀切方面の人たちは慌てて避難を始めました。家に取り残された人々を警察その他が船を繰り出して救い出しています。小岩付近ではたちまち線路が水に現れ、また浄水場に浸水したので飲料水がなく、救援隊は船で井戸水を運んできて給水しています。食料に困った人々もあるようです。船に関してですね、4日目にやっと4日の晩に来たこのパンはですね、1斤を5人で分けるんです。これは食べるんじゃなくて、ただ舐める程度にいかないんですよ。今日で水害で5日目ですね、政府が無責任極まらないところはこれもないですよ。こうして江東3区、特に江戸川区はほとんど水浸しとなりました。9月25日、天皇陛下は東京江戸川区方面の様子をご覧になりました。